ーリングで、藤原組長に、ボロ雑巾にされてしまったのび太だったが、藤原とのスパーリングは、のび太にとって、飛躍の記念日となった。100回以上、藤原とスパーをしたというのび太。藤原のグランド技術を体に染み込ませたのだ。同時期、ライバルの出来すぎが、スーパータイガージムに赴き、伝説の虎、佐山悟に指示。のび太の完全実力主義発言に共鳴し、団体の方向性の転換に大きく影響されたのだった。そして、新たな技術を身につけた二人は、大舞台のメインで名勝負をすることになる。
ゲームオン。